お花紙を使ったごちそうパーティー。基本の技と作品例を簡単にご紹介します。くしゃくしゃ技は、お花紙をくしゃくしゃに丸めるだけです。透明なコップに入れたり、糊で貼り付けたりします。ビリビリ技は、お花紙を手で破ります。細長く裂いたり、短くちぎったりします。丸くちぎることもできます。チョキチョキ技は、お花紙をハサミで切ります。作りたいものに合わせて、いろいろな大きさや形に切って使います。包み技は、中に丸めた新聞紙などを入れて、お花紙で包みます。両側をねじる方法と、裏側を糊で留める方法があります。巻き巻き技は、お花紙を巻いていく方法ですが、まずくしゃくしゃ技で、お花紙にボリュームを出してから優しく巻いていきます。ふわふわに巻いたお花紙はハサミで切ることができます。切り口の色を考えて巻きましょう。コロコロ技は指や手のひらに水のりをつけてお花紙の玉を作ります。水のりはペタペタするくらいつけます。どろりと垂れるほどつけると失敗するので、気をつけましょう。基本の技以外にも自分で技を工夫してごちそうを作りましょう。透明カップを使ったフラペチーノとキャンディーボックス。アイスクリームには可愛いトッピング。紅生姜と青のりがかかった焼きそば。オムライスにサンドイッチ。サンドイッチの中は段ボールです。大きなエビの天ぷらには、チョキチョキコロコロして作ったサクサクの衣がついています。彩りを考えたおにぎり弁当。巻き巻き技で作った巻き寿司がぎっしり。握り寿司と細巻きのセット。お寿司の盛り合わせは、イクラがこぼれ出している軍艦巻きが乗っています。ガリとわさびもついています。締めは天ぷらうどん。ネギが彩りを添えています。色鮮やかなお花紙で、ごちそうをたくさん作ってみましょう。